皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。メッセプロの加藤です。およみです。さあ、およみ、今日はね、はい、新年一発目ということで、はい、はい、まあ、この間のね、ラウンド風景見ていただいて、お客様方は気づいてらっしゃると思います。いや、あれ、およみ、なんか肩の割り方おかしくねみたいな、くー、思ったよ今日はちょっとね、軸回転ってお話をしていきたいんですけども、およみ、バックスイングってさ、まあ、体が右向く動きじゃん。この時って首ってどういう動きするの？よく言われた。ボールをしっかり見とって、はい、頭を動かす。はい。そういう動きをよく言われるんですけども、うん、これ実は関節の動きをばらして考えると、うん、バックスイングっていうのはお顔が左向いて体が右向く動きなんですね。そうですよね。だって顔を動かさずに、うん、体回してって言ったら顔を動かさずにって言ったらそのままついてくるんです。顔をそのまま残すっていうことで、うん、関節の動き、そうか、向こうを抜いとると、うん、そうこうなるんだ。ここでね、まあ、じゃあちょっとカメラの前に来てほしいんですけども、ここに右と左どっちが向きやすい？向こう、右、右、右の方が向きやすい、うん、左の方が向きやすい。左はここ引っ張る感じがするもんね、はい、うん、右の方。ってことは、バックスイングが浅くなりやすいんですよ。あ、そっか。こっち曲がり抜けるのと同じ。そうか。そうです、うん。なので、バックスイング浅くなるよね。確かに。で、および向こう向きやすいって言ったら、うん。向こう向きやすくて、こっち向きづらいから、フォロースルーは体が回りやすいんだよ。うん、回りやすい。うん、ってことは、バックスイング浅い状態で、フォローだけ大きいから、うん、ダウンスイング安定しないよってこと。こっち向いて、うん、回らんな。そうなんですよ。ってことはね、これ安定させるためには、ウェビンはバックスイングするときに、お顔をわずかに右向けた状態でバックスイングしなきゃいけない。うん、ああ、そういうことか。はい。若干後ろ見るぐらいかな。そう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 。え、ね、あんまり安いな。ちょっとね、やってみようか。うん、どうぞ。ひささか右向くようなイメージ。ですので、このね、バックスイングするとき、顔を動かしちゃいけないよっていう言葉が主流にはなってるんですけど、うん、何でも言う。これはその人の首の可動域がすごい関係してくるので、まあ、右左と向いたときに、うん、あ、私こっち向きづらいなって思ったら、はい、その反対方向に体を回す動きっていうのが非常に硬いです。人それぞれやもんね。もちろん、要は左向きづらいなって思った人っていうのはバックスイングが回りづらいはずなので、うん、回りやすくするためにちょっとお顔を動かしてあげるっていうのは非常に大事なポイント。確かに、はい、ぜひ、そう、そうだよ、まあ、ぜひそういった部分をですね意識して、お顔を動かして、もう動かしてっていうことだね。若干って感じ。そうそうそう、手こわずらすくらい、そう、多少ずらすくらいでいいから、うん、ちょっと動かしてバックスイングしやすい状態っていうのを作ってみてください。はい、やってみてください。ということで、本日の動画は以上となります。今年も1年頑張りますので、皆様よろしくお願いいたします。